オカリンもクリスチャンも苦しんでたんだね。クリスチャンに会わなきゃ。ねえ、クリスチャンに会いたいよ。そう、俺とマユリはアメリカに帰るクリスと会った。マユリはクリスを犠牲にしてまで行きたくないと泣き、そのマユリをクリスは知ったし、幸せになれと言い、アメリカへと帰っていった。俺はマユリを救うためにクリスを見殺しにする。そして俺は最後の D メールなかったことに。マユリ、うん、ラボネンナンバー004は誰だ？004の人はいないよ。ああ、そうだな。4人目のラボメンなんて、いない。オカリン？マユリが、どこにも行かないでくれ。ずっと、そばにいてくれ。頼むよ。マユシーは、ずっと一緒だよ。これまでみたいに、ずっと。ねえ、オカリン。マユシー最近ね、夢を見るんだ。夢の中で、マユシーには、とても大切なお友達がいた気がするの。そのお友達のことを考えるとね、すごく切なくなって、たまにね、声も聞こえるんだよ。幸せになりなさいって、その人がそう言ってくれたから、マユシーは今こうして、オカリンと一緒にいられるのかもしれないね。その人誰だったのかな？神様だ。